選挙管理委員会によりますと愛知県知事選挙は来年1月19日に告示2月5日に投開票となります大村知事は先月4選を目指して出馬する意向を県議会で表明自民党愛知県連をはじめ公明党愛知県本部旧民主系の新生愛知連合愛知などが大村知事の支援に回る見通しです このほか、愛知県知事選挙には元春日井市議の末永圭さんが立候補の意向を表明しています。